おはようございます。心のサプリの時間です。今日も神様から豊かな語りかけをいただいて、新しい力と勇気にあふれた一日を送ってまいりましょう。今日はあなたできる休日デボーションの第20日目、あなたは神様に認められているのです。このメッセージを聞いてまいりたいと思います。子供が育っていく中で最も必要な心の栄養素があります。それは親に認めてもらっているという感覚です。自分のやっていることが価値があることだと認められないと、人間は自信を持って生きることができません。そして多くの場合、子供たちは自分の存在を認めてもらうことができずに、悲しい思いを抱えて過ごしていることがあります。こうした渇望感が思春期になりまして、非行や粗暴な行動として現れてくることがあるわけです。大変残念なことでありますが、環境として誰にも認めてもらえなかった、そういう方もいらっしゃるでしょう。でも聖書は大丈夫ですと語りかけます。つまりイエス・キリストというお方を通して、皆さんの命を作られた創造主なる神様が皆さんのお父様となってくださるからです。この方は全面的にご自分の子供を受け入れ、認め、そして押し出してくださいます。皆さん一人一人を神様はご自分の子供として愛してくださっているからです。このことを胸に刻んで歩んでいきますと、何があっても大丈夫だという安心感を持って歩むことができるのです。これが自信を持って生きる人生の基盤となります。その上で何をやっても大丈夫だという気持ちから思い切って挑戦しよう、そのような前向きな心が湧き上がってくるのです。実際に取り組んでみると、自信がなくておどおどした人生の時にはやはりうまくいかなかったけれども、神様に愛され、神様に認められている、そのことを受け止めた時に物事があまりにも順調に動き始めるので驚くということが起こってくるのです。こうした成功体験、神様に認められているという実感の中で揺るぎない確信へと育っていきます。こうして成長していきますと、今度は自分のことだけではありません、周りの方を助けることができるような力強い人生を生きることができるようになるのです。聖書はこの神様に認めてもらっているという感覚を正義の胸当てと呼んでいるのです。今日はしっかりと正義の胸当てを身につけて歩み出してまいりたいと思います。今日の聖書箇所はエフェソ書の6章の14節15節です。お読みいたします。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。この箇所からジョエル先生を通して神様の語りかけを聞いてまいりましょう。聖書にはいろんな翻訳があります。その中で分かりやすいことで定評があるリビングバイブルの訳を見ますと、エフェソ書6章の14節はこう記されています。神様に認めていただいているという認証の胸当てを身につけなさい。正義の胸当ては神様に認めていただいている胸当てだというのです。ぜひ皆さんがこれから毎朝の習慣にしていただきたいことがあります。お目覚めになった時どんな気分であるか、それにぜひ左右されないでいただきたいのです。もちろん前日にとんでもない失敗をした、そういう時には落ち込んで起きなさることもあるでしょう。しかし新しい一日には、実はもうそうした過去は関係ないのです。そういう気分に動かされないで思い切って祈っていただきたいのです。天のお父様、新しい命を感謝します。神様、あなたが私のことを大丈夫だ、頑張れと太鼓判を押してくださっている、このことを心から感謝します。もう過去の失敗や愚かな行動を取ってしまったことを後悔しません。あなたがお許しくださっているからです。今は神様の子供、そして神様の友と呼ばれるような立場、特権に預かっていることを感謝します。本当にありがとうございます。ぜひこのような感覚で一日を始めていただきたいのであります。こうした感覚を身につけていかれますと、
人生では驚くべきことが次々と起こり始めていきます。皆さんの自己像、自分自身をどう見ているかというイメージも、神様に愛され尊ばれている、このような感覚の中で健全化して、そしてちょっとやそっとでは揺るがなくなるのです。今まで皆さんを苦しめてきた在籍感があるかもしれません、負い目があるかもしれません。しかしそういったものから解放される喜びを味わっていかれるでしょう。すると自然な形で前向きで意欲にあふれた人生を歩んでいくことができるようになるのです。しかしながら、この正義の胸当て、神様に認められているという自覚というものは、ある日突然パッと自動的に身につくようなものではないのです。これは意識的に方向をつけていく習慣であることを覚えてください。毎朝皆さんは新しい衣服にお着替えをなさるのではないでしょうか。その時にどの服を着るのかということを意識的に選び取られることでしょう。同じように毎朝起き上がった時に、自分は神様が後押しくださっている存在なのだということをはっきりと意識的に選び取っていただきたいのです。これをないがしろにしないで、本当に大切な選択として選んでください。そして身につけてください。するとどうでしょう。皆さんの古い習慣である衣服が脱ぎ捨てられていく、そのようなことが起こるのです。人生の中で最も最悪の事態があるとしたら、その一つは自分自身を受け入れることができないね、無意に時間を過ごしてしまうということであります。時には皆さんが悪い噂を立てられたり、非難をされるということもあるでしょう。これほど一気に心を落ち込ませるものはありませんよね。そして自分自身を振り返ると、自分を責め立てる思いに駆られてしまうということも起こるわけです。ああ、どうしてもっとちゃんとできないんだろうか、もうどうしてよいのかわからなくなってしまった、こんな言葉がふっと出てきてしまいませんか。どうしてこの悪習慣を断ち切ることができないんだろう、もういい加減嫌になる、こんな言葉も口にしていませんか。自分はなんでこんなにとろいんだろう、ダメな人間だな、こんな言葉を口に発していないでしょうか。こうした自分を責める言葉というのは数限りなく生まれてくるものです。でもこういう声に耳を傾けているとどうでしょう。そうです、自分自身には価値がないということをあっさり認めてしまう、そういう服を選び取っていることになります。迷いの闇がそこに起こります。聖書の箴言28章1節にはこう記されています。神に逆らう者は追う者もないのに逃げる、神に従う人は若獅子のように自信がある。愛する皆さん、自分自身に対する疑念の思いが湧き起こってきたら、それを放っておいてはいけません。それを選び取ってきてはいけません。それはもう自然に駆け消えてしまうようなものではなく、逆に皆さんを縛りつけてしまうような鎖になってしまうこともあるからです。ですから、まず皆さんは朝起きて自ら心を奮い立たせて神に耳を傾けようではありませんか。神様がどのように私を見ておられるのか、それをまずしっかりと身につけて歩んでいただきたいのです。するとどうでしょう。もう逃げて尻尾を巻くような存在から、若獅子のように自信がある人生が開かれていくのであります。さらにもう一つ言えば、神様は皆さんの中にまだはっきりとは現れていないけれども、そうした大切な価値をも認めてくださっているのです。ある時イエス様がペトロにこういうようにおっしゃいました。当時はまだシモンという名前でありました。シモンよ、今俺はずっとお前はシモンと呼ばれてきただろう、でもお前はこれからペトロと呼ばれるようになるのだ。つまり言い換えるとこうなるでしょうか。シモンよ、お前は揺れ動く足のようにフラフラする人間だ、しかしお前とこれから一緒に歩いていくが、これからお前の中にあるものは磨かれ、ものすごく偉大なものになり、そしてペトロ、岩のように揺れ動かない存在となるのだ。イエス様はまだシモンの時代にははっきりとは現れていない将来の素晴らしい姿をイメージしておられたと言っていいでしょう。彼は確かに賭けも多かったし、失敗もよくしました。そして自分のことしか考えないような非常に自己中心的な人間でありました。そしてイエス様を裏切った、そしてイエス様を否定した時には、
神様を冒涜するような言葉さえ口走るような人物だったのです。でふと思いませんか。どうして神様はこんな未熟で足らないところだらけの人間を選んでわざわざ用いようとされたのか。もっと人格的に整った立派な方を選んだ方がいいんじゃないか。弱点が少ない人間を選んだ方がよほど使いやすかったんではないか。そういう具合に多くの場合考えてしまうのではないでしょうか。しかし神様はその人がどういう人となりなのかということを実は誰よりもよくご存知なのです。そして注目しておられるところは違うのです。つまり人は外見に捉えてしまい、その人物を決めつけてしまうでしょう。しかし神様は顔形を見るのではない。神はその心奥深くまでご覧になり、そこに埋もれてしまっている可能性までも引っ張り出そうとされるお方なのです。つまりペトロの現状だけではなかった。これから育っていく中でペトロが表す素晴らしい価値をもそこにしっかりと可能性としてご覧になっていたというのです。皆さん一人一人も神様はそのようにご覧になっていることを覚えてください。皆さんの現状を見るならば、どうしてこんな足りないところだけ、こんな欠け多いところ人間を神様はご覧になるのか、それを価値あるとおっしゃるのか、ちょっとよくわからない、それ以外に考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし神様は皆さんのことを最もよくご存知のお方なのです。ある日のことです。偉大な有名であり、芸術家であったこのミケランジェロという方がいらっしゃいました。非常に不格好で大きな石の前に立っていたそうです。そしてやおら彼はその石にのみと土を手に取って彫刻を始めました。削りました。掘り込んでいきました。これが一つの作品に仕上がっていく。これには相当の年月が必要だということをミケランジェロはよく分かっていたんです。そんな途中のことです。ある人がやってきてこう言ったそうです。ミケランジェロさん、いつまでそんなことやってるんですか。こんな不細工な石もうどうにもなりませんよ。時間がかかるばかりで浪費しているばかりじゃありませんか。するとミケランジェロはこう答えたそうです。そうですか、きっとあなたには全然見えないのでしょうね。でも私にはこの石の中に美しい天使が舞いかけている姿がはっきりと見えるんですよ。一流の芸術家には凡人には見えないものがはっきり見えるようです。一流の芸術家以上の神様には普通の人には見えない素晴らしい可能性がはっきりとご覧になるのです。神様ほど優れた芸術家はいらっしゃらないからです。確かに皆さんの中には今まで数限りない失敗を繰り返してきたという方もいらっしゃるでしょう。もう何百回も自分は神様の期待を裏切ってきたかもしれない、だからもう自分は神様のお恵みをいただく資格なんかない、そんな具合に思っていらっしゃる方もおられるかもしれません。でも勝手にそれを選び取って聞き込まないでください。もう自分をその辺の石ころに過ぎない、そんな具合な思いを聞き込まないでください。神様という一流を超えたあなたをお作りになった方からご覧になりますと、そのお見立ては全く違うものであるからです。皆さんのことを単なる石ころなどとは全然ご覧になっていません。皆さんの中には素晴らしい可能性が宿っており、そこには天使が舞いかけるような輝く将来の姿をじっとご覧になっているのです。さあもうこれ以上自分自身を叩きのめすような習慣を聞き込まないようにしましょう。あれも失敗これもダメだったと数え上げないでください。聖書の物語の神様はセカンドチャンスの神様、いやいや2回目のチャンスだけではない、失敗すれば3回目も4回目も5回目もチャンスを与えて皆さんがしっかりと立っていけるように導いてくださるお方であるからです。理由は一つです。皆さんのことを最も深く愛し大切な存在だと思っていらっしゃるからです。神様は皆さんのことを認めていらっしゃいます。今日このことをしっかりと選び取って素晴らしい胸当てとして身につけ歩みなそうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたが新しい命をくださって感謝します。今日あなたに認められている正義の胸当てを胸につけます。どんな今までの過去があろうとも、今日新しい一日をこの胸当てとともに始めます。どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは素晴らしい一日を今日もお過ごしください。